皆さんどうもこんにちは。今回はマイフレンドリーネイバーフォールというゲームをやっていこうと思います。今夜はですね、とある教育番組で見たあのキャラクターがホラーゲームになったということなんで、全く一体大気の夜中どうなってるんでしょうか。それでは早速いきましょう。ちなみにこのゲームデモ版です。というわけでニューゲーム、ノーマルサバイバル。まあまずノーマルいきましょうか。ネイバーフォール。ああ、なんだここ。はは、なんだ急に手をついてしまった。なんだ。No getting back up that way. No getting back up that way. 何？誰か。は？文字読めてないんだけど今ので。何これ。うわ、あのこの顔見たことあるもん。How do I get out of here, Ricky? Oh, having a clue. Never come down here myself. Why? これ何これ。なんか手に入れたけど。何を手に入れたか全く分からなかったわ。何これ、エクイプメント？なんだこれ。おお、Eボタン開くんだ。え、何これ。あ？なんか銃持ってんだよな。これ。わあ！コーション。あ、なんか危ないって言ってる。え、なにこれ。え、なにこれ。え、あ、いた、デンジャー。なにこれ。どうちゃうのこれ。あ、いた、いた、なにこれ。え、おお、お、なるほど。リセット ABC 123、なるほど。あ、だから教育番組なんだ。どっかで見た顔だと思った今。え、これなんだ。あ、ここあれなんだ、鍵閉められてんだ。ということはあそこはマップだな。あ、しかも分かったわこれ。え、こうなんか手についてんな。あ、ここ開くんだ。何これ。ロックされてる。え、何これ。待って待って、いや向こうから行こう。え、お、なんかセッティング系なんかあるのかな。ちょっと待ってね、コントロール、うん、 ASD と、銃狙い定めるとリターン。なんだこれ、インベート。はい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 。ライトクリックで特には何もないよね。あ、特に何もないね。あ、エイムとかフォーカスとかもないんだ。ファイルが F と、はいはいはい。マップがあるか。え、マップないの。だって、え、マップないんだ。マップは R、あ、リロードがないんだ。はい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 。え、武器が1個と2個。あれ、ないんだけど、1個しか。まあ、拾ってないのか。え、あ、なんだなんだ。あ、吹っ飛ぶんだ。え、なんだあいつ。え、何テープ。あ、縛れるんだこうやって。あ、動かないよね。何、逆言ってない。え、これ何これ。え、弾なくなるんだけど。ってもう弾が結構もうやばいんですけど。え、で、おお、Don't fall、 落ちるなーって書いてる。何これ、え、何これ、え、あ、え、あ、待って、銃撃っちゃった、間違えて。なにこれ、マジで。なんなにこれ。え、はい、コントローパネル、はいはいはい、ちょっと、
あ、はい、なるほどね。これで、あー、これなんか書いてんだ。ちょっと読めないので置いといて。お、なんだこれ？なんか紙？あ？Looks like、あ、パワーがない。あ、電源が足りないって言ってんだよ。ここは後だな。あ、ロックされてんだ。やばい。幅が全然ないんだけど。何？なんか、なんかコインゲットした？ん？あ、セーブあるんだ。え？あ、なるほど。これがセーブと。ね？なんか、アイテムもいいんだけど、これ何？場所の説明か。はい、今、これで、あ、マップ見えると。今、私、ここいますってことですよね。で、今、こっから来て、こう行って、ここ来て、ほーん。ね？なにこれ？ 2、プラス2、1、6。あ？プラス2、2、1、6、2、1、6、ね、これ。丸が6。はい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 。うん。2、1、6、2、1、6。なんだ、2、1、6って。覚えてこう。2、1、6ね。オッケーオッケー。2、1、6。他なんか物落ちてないのかな。うわ、でもなんかすごいなんかあれですね。ああ、昔のポスターって感じしますね、これね。で、こっち行って、で、ここ行けないもんね。デンジャーって書いてますもんね。電力なのかな、これ。フル。これは？シェル？何これ？あんまか。なんだ？三バツバツ。なんだろうこれ？よくわかんねえな。あ、間違えた。道がわかんないぞ。待って待って、道がわかんねえぞ。階段とかあれなんですね。結構ゆっくり降りるんだな。What do you do when you get upset? Do you let it get you down? え？ Let me tell you about the time my friend Winner got me all upset at him. First I beat him to the ground. なるほどね。倒しとかないと復活するんだ。麻酔人みたいな感じなのかこれ。なるほどね。気絶させてるだけなんだこれ。え？ Who's there? ゴードン。なになに？な、変なやついない？なに？なんだ、テレビ番組的な感じ？これもしかして。あ、電源パイスある。これかな？え？Jeez, that gave me a scare. What was that? なんだあいつ。Looks like part of it's missing. お？これネズミかこれ。今どこだ？今こっち行ってんのか。え？でも銃の弾ないんだけども。1、2、3。あ、これを持っていくんだ。あと電気、え、まずなんか電気パネルあったの今。そう考えたら。電気？お？電気？なんか丸っこいやつがあるのか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ探してみようか。
あ、はいはい、このね、資料ね、ここは。はいはい、資料があって。あ、マガジンがあって。あ、これ弾か。あ、弾はこんないうところにゲットできるんだ。へぇー。でもこれ、なんか持っていけって書いてるけど、これを持っていけないんだけど。これだもんね。これ、はめるやつだもんね。あ、なるほどね。他になんか物があって。ああ、こういう感じで物があるんだ。ええー。で、ここであったとしても、ただ、あれ？あ、これもシェルか。うん、これ弾か、完全に。他どっか開けるとこあるかな？ないよね。どっかあってもおかしくなそうだけどね。今んとこでないっぽいですね。じゃあ、向こう行ってみようか。はいはい、ここも何もないと。で、ここも何もないと。じゃあ、どこで行くか。あ、ずっと声聞こえてくる。うわ、これホラーだな。なんかいる。え、何あれ、何あれ、怖っ。一回戻るか。あ、こう水か。ここは関係なくて。でもここは穴閉まってもんね。ということはあれか、ミンのところか、ここで。なんなんだあいつ。うわーっと襲ってくんのかな、後々。嫌なんだけど、あれは。絶対なんかおるやん、これ。痛い、リロードここって、リロード。まず、はい。何あの子。あ、テープないわ。あの人何？なんで壁叩いてんの、ずっと。壁を叩く天才かなんか？あ、さっきのなんか化け物のやつおる。あいつなんかあれなのかな？え、出てきそうで嫌だな。あ！あ！これじゃない？あ、これじゃん。おい、これは？え、なんか見てはいけないもん見てしまった感じだったな。はいはい、これがテープね。ロックされてると。鍵がないと。ああ、びっくりした。カウボーイハットといらないと。はい、これも、はい、弾。何？ノートと。はい。え？あ、なるほどね。これ持って、あそこ行くといいのか？これ何？この謎のこれなんだ？これ重ねれんのかな？重ねれんのか？これ何？使えんのかな？ヘルスランボックス。さっき何発か耐えれたんだよね。なにこれ、なんかあるぞ。チェーンオーバーザハンドル。多分これあれか。
多分電気かなんかだね。なんか向こう行きたいけど、持ってるアイテム的には今いけないか。これは電気を入れる系かな。やばい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 、はい、オッケー。なに、ここもロックかかってるとこ気になるね。なにこれ、あ、もったいない。お、ツールボックス、テープか、なにこれ、Let's get writing. あ、すごい、どれかい銃ゲットした。いや、これは絶対あれでしょ、やべえやつでしょ、どう見ても。あ、テープだ、テープがちょっとあれですね。これなんだこれが何か一番わからんね。何かわからんもんがある。回せんじゃね。あ、なんかあるわ。なんだこれ、変な呪文みたいな書いてあるじゃん。なにこれ、ダンディーなクールガイが書いてある。クールガイが、はい、こうね、資料ゲットしていって。いやいや、奥にはここは何もないのかな。え、あ、向こう側から鍵かかってるって。向こう側から鍵かかってんの、どういうこと。マガジン必要を、なんもない。基本、あの、これあれか、これではショットガンシールだね。これとマガジンか。まあ、弾なくなったらこっくればいいよってことか。だんけど。よし。これなんなんだろうな。これが一番よくわからんね。これで、あ、これで一応ヘルス回復か。オッケーオッケーオッケー。あ、これ弾持っていってこうか。はい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 。あ、これ弾か。あ、これ弾じゃん。危な。これ捨てちゃダメじゃん。これ何かなと思ってたら、なるほど、あ、これ弾じゃねえか。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。お、弾を捨てていくとかあった、全部なんだこれっつって。はいはいはい。なんだ、あいつっちゃうんだけど。オッケーオッケー。で、これ持って、さっきとか行ってみようか。お邪魔しまーす。なるほどね。多分、近寄ったと思われたな。あれ、絶対なんか撃ってくるじゃね、近寄った瞬間。てか、あれ見て、近くいたときだ。要警戒って感じなんだろうね。俺もだんだん分かっていったぞ、このゲームが。よく分かんねえが。よし、行こうか。で、ここ行って、はい。あ、しょっ、え、なんだ、なんかいるんだか、前に。あ、で、向こうのパネルはめに行くのか。何あいつ。
めっちゃ分裂した。バーンってえーって今。何あれ。やばいでしょ今の。オッケーオッケー。でここで、電源持っていけるのか。はい。お？はいこれ電源入ったぞ。何これ。お、来る。なんだ2四角が216だったよ。216か。あ、なんだ226とかで。え、なあなあ、どういった。え、何これ。え、何、え、なんかタイムカード。あ、これ、え、何これはめるの。あー、そういうこと。はいはいはい。今ので、226だから、はい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 、今ここだから1234561212だから、あ、いや、オッケーオッケーオッケー。じゃあ丸四角三角のタイムカードつけるんだ。多分これだな。多分これでちょうど8になる。はい、プルね。ああ、1、2だよね。はい、OK。はい。んで？で、何なの？で、何なの？あれ、ここ開いたっけ？さっきから開いてたか。で、だから何だというのっていう感じだったよ。何？これ。あ、これね。はい、セーブあるのか。まあ、一応ここで、はい、セーブ、はい、カチャッとね、 OK。 いや、これセーブあれか、回数制限あんのか。いや、怖いな、ちょっと回数制限あんのは。ここがだから開くのか、後々考えたら。ここなんだ、ここ3になるのか。 3?3になるってことは216からの 3?216? え ?3? こうじゃないの？これ。多分これこうだよね。もう3ってことはこうしかないもんね。オッケーオッケー。はい、3。はい。はい。で？バスって何？バスって何？ 666 とかでオーバーしろってこと？これ謎だな。おう。で、ここでしょ？はい。で、これオーバー、オーバー。お、まあ、オーバーってオーバーじゃないからね。あ、これは違うんだ。バスはなんだ？ 10 時か？ワンチャン10で10時かもしれない。6.10に行こうか。え、それ以外何があるんでしょうね、これは。逆に何があるか分かんないわ。はい。開いたわ！あ、やっぱ10だったんだ。なるほど。なるほど、そういうことか。面白い。なんだ、wow. わっ、なんだ、変なやついる。 Wonder how deep this goes. あー、わー、なんか降りてんじゃん。え、ここ通るんだめ。水がすごいさ。やばいやばい、なんか落ちちゃいそう、ここ怖いな。お、扉あるね。ちょっとあそこの扉行こうか。なんか取り調べ室みたいだね、ここ。本当になんか
船足腰しようって感じ。ドライブドライブドライブ、何始まる。ボートレース特に何も始まんなかった。走り、あ、ヒールなんだ。これはアンロックド。あー、ここ繋がってるんだ。あ、 お戻りできますよってことね。これはなるほど。じゃあこれやっぱあれなんだね。デモ版だからシャッターワンかなんかだね、ここは。オッケーオッケーオッケー。で、ここ行ってみて、向こう戻ると。で、ここはあれですね。ショートカット通路ですね。で、ワンチャンこの先なんか、やばい仕掛けがあるか、やべえやつが出てくるか、まあ、当然やべえことしか起こんねえってことですね、多分。嫌な予感しかしませんね、これは。あ、なんか襲われんのかな、嫌やな、そんなん。どうなるんや、これほんまに。やべえわ、間違いなくやべえわ。縛っとくか。うおー、なんだここ。ウィ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 ってね。なぜか拾えないテープ。なんでよ。あ、ここ。なに、なんかいっぱいいるんだけど。え、怖っ。電源いっぱいある。え、もう大丈夫。え、テープないんだけど。よし、で、ここで待てよ。はいはい、ここでエキペントね。いや、めっちゃ喋ってくるじゃん。はいはいはい。はい。テープ、あ、テープじゃないわこれ。あれか、文字か、 Q だこれ。あのね、こうやって、はい、弾を込めといて。あ、なるほど。詰まって手合体とかできないんだ、これ。下手に詰めすぎて危ないじゃん、そう考えたら。あ、せ、もう一回だけなんだ、ここで。あ、コインだ。いいね、もう来。ここなの、鍵が、あれやね。後々の、あれなんかな。どうしよう。か、ムーブで、ムーブ、スタッシュ入れるか、スタッシュか。じゃあ、セーブ。はい、カチャッとね。やばい。もうセーブできないのか、俺。怖いな。これ何もないんかい。今絶対なんかあると思って今。あっ、何、エートニックどうたらこうたら。ブレーカーボックス、あ、なんか4つヒューズはめないといけないやつだね。ヒューズ、ヒューズなんて1個見てないけどな今回。どこだ？ヒューズ？ヒューズか。ヒューズがありそうな場所あったかな？今んとこヒューズがありそうな場所を見てないから、ちょっとあれですね。不安ですね、これは。
か。わあ、ここまた勝負か。こっち行って。あ、だこれ右奥行ってなかったな。ここか。ここ行けばいいのか。ノーパワー。え？なるほどね。ちょっと移動しとこうか。これで、移動とか、はい、ピンピンして、OK。いや、ここで何パワー入れる待ってんのこいつら。え、怖すぎない？電源がないね。え、ここでちょっと待ってね。ここまで行って、今ここだもんね。パペットの男でしょ。エディッティングルームか。でここでだからそうね、なんかいろいろあるんだな。一回戻ってみるか。待て、はい。主人公は逆に歩くのがすげえなんか遅い気になるわ。戻っていくってことは、戻っていってなんかすることあるのかもね、こう考えると。ここなんもないもんね。で、ここなんもなくて、一回戻っていきましょうか。戻っていって、私ここにいますんで、でこっちですか。でここになんかやっぱあったのかな。はい、この一室にやってきましたと。はい、カートリッジ。ここはもう単純に弾だもんね。この弾なんかあれだな、ごついのかして、なんかやたら重たいな、この弾。はい。はい。そうですよね。で、ここで何もなくて、なんかヒューズがあると思うんだけどな、どっかに。このヒューズがどこに対して繋がってんだろうな。いや、ここはなんか残ったのかな。はい、こいつ買った。むちゃむちゃ硬いやん。いや、ここなんかあると思うんだけどな。もうチェインカッターだもんね。で、ここの周りには特になんもないんだよな。
あ、この、この通路か。なんか大きいものかもな。はい。はい。はい。オッケーオッケー。ドッパスかかんの？ここも多分なんかある表示器で、いやこれ弾だったかな。はい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 。おかぼったもんね。ここ最初出会ったもんね、変なのと。はいはいはい。じゃないか。ワンチャンこれかなと思ったけど、撃てないもんね。いや、まあ、いや、撃ってはいるんだけど、撃てないもんね。なんかどっかあるんだろうな。多分ここ上上がるとこもあるんだけど。オッケーオッケー、一回戻っていって、まあ、鎖的なやつがなんかあると思うんだけどな。ここでまっすぐ行ってのやっぱ向こうなのかな。まあ、重要なアイテム的なサムシンがねあってもおかしくないと思うんですけど、今のところなぜか見つからないんですよね。ロックピック的には何かが、あると思うんですけど、ロックピックが、今ここですからね、ここ行って、パペットステージ行ってですもんね。で、扉入れなくて、ってなってますもんね、ここ。あ、ここ行って、お、来い来い来い、待たて。オッケーオッケー、一回戻って行って、ここ入って、そうだよね。ここのヒューズがなんだ？ヒューズがどっかに落ちてるのかな？なんか落ちてる感じしないんだよな、これ。ヒューズ、なんか入ってる？入ってないよね。オーケー。で、ここ入ってなくて、バルブを閉めるとか。オープンだもんね。あ、あ、キーあったわ、よく見たら。なんだ、キーあるじゃねえか。これどこのキーだ。三角か。ロックされてるな。ロックボック、ああ、ロックボックスキーか。なるほどね。これで、ヒューズ手に入れるんだ。なるほど。ようやく謎はすべて解けましたね。私に解けない謎はない。カッコ真顔って感じでしたね。はい、オッケー。これ3番目ね。オッケーオッケー。これは3番目。
ックはめといて、で、ロックボックス取りに行けばいいのか。なるほどね。あと全部取りに行こうか。あ、でも帰ってくれてんじゃん、どこあるかって。で、こっちか。やばい、ちょっと卵を無駄にしちゃったな。パペットステージのさ、そのあれ取っちゃうとさ、動いたりしない、大丈夫、めっちゃ怖いんだけど、すぐにうわーって言って、ギャーってすぐやるしね。多くは多くは、あ、これね、向こうだ。ここ正面入っての、パペットステージはこっちか。第一で押されて逆にどうなるんだろうね、それ気になるよね。うわーってくるのかな。あれもなかなか気になるってことあるんですが、はい、オッケー。え、こんがいの一番ね、はい、クローバーは一番、クワン、あれはクワンで、よしよし。ラララララってね。大丈夫か？これ大丈夫か？オッケー。ここ1、2取ったでしょ？これ1番ね。で、水のとこ行ってってことか。オッケーオッケー。で、こっち戻ると。で、ここ戻っていって、あ、違うのか。あ、生物じゃないか、今。そんな生物するほどのことはないもんね、今ね。で、ここ行って、はい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 、はい。右側ね。右側行くの。ここだからさ、ロックボックスなかった？なんかあった気がするんだけど、ロックボックス。ないですー！なかったか。ということはじゃあ向こうか。あれ、ここで見た記憶があるんだけどな。あ、これか。何かと勘違いしてたんだな。ああ、オッケーオッケー。フォークね。落ち着くんだよー。で、ここのロックボックスと2番と、ブーブーエント、はい、ね、はい、それが2番と、いや怖いな、これどう威力高いんかな。最初のところか。はい、はい、おう、な、強いのか弱いかよく分からなかった今。強いのかな、うんって感じだった今。多分強いんだろう。でも一発が大きいからやった後に小さい、うえー、そうだね、あとはこっちか。あ、やっぱ強いんだこの字。本当にショットガンって感じなんだね。オッケーオッケー。でこっち行って、でこっちで合ってるかな。でこっち行って、あ、こっか。でこう行って左か。こ
ウニョン豆ね。オッケーオッケー。やばい、何捨てよう。あー、これをエキピするか。これ捨てて、タバスコ使おうか。これも捨てると。はい。で、これ持っていけるね。で、あそこ戻っていって、電源つけようか、もう一回。なかなかいい感じに進んだんじゃないですか、今回は。はい。はい、どいてね。今めっちゃあれだったね。パッて前見た瞬間に全く予想してなかったから、見た瞬間ウエッと思ったけど、よく考えたらあいついつもあそこいたわ。さてさて、向こう戻るか。じゃあ、はい、お邪魔しました。あっち帰りますね。で、向こう戻っていけいか。楽しいドライブ、レッツゴー。あ、もうここは見えるんだ。前通るとあれなんだね、割と広いのかもね、範囲が。なんか足速くなってないかね。速くなってるよね。ちょ待って、足が速くなるのは聞いてないんですけど。あ、待って、危ない危ない。そして左行くよ。で、こっち行かせていただいて、で、こっちも行って、はい、はい、この地上ね。え、待って、今思ったんだけど、え、もしかしてこれさ、これ全部差し入れじゃないですか。こうやって差し入れて、でこれも差し入れると、で入れたら、まあ、当然弾が、まあ、少ないじゃないですか。でこれを全部やったらアーサルとかある。もしかしてこれはないか、さすがに。あ、ないわ。はいって感じだった今。あー、びっくりした。何だったかな。なんでファイルか。ファイルで、あったあったあった。スペードが裏ね。ああ、オッケーオッケー、はいはい、オッケー。では、こうか。なんだ？ If you can draw, you can do all sorts of things. Grab your pencil and let's go on an adventure. We are all friendly. Who are you? おお、やめろ、お前。ちょっと、びっくりしたんじゃん、お前。ちょっと待って。びっくりした今。なんだ？あ、これ使って効果。よしよしよし。ん？どう下がってんだろう。あれ？あ、ここなんか下がってんだ。あ、向こう戻るんだ、これで。え？え、便利ー。
めっちゃ便利。あ、繋がってんだ、こことここが。なるほどね。で、ここ繋がってて、あ、なるほど。あ、ここに繋がってんだ。よしよしよし、出ようか。で、こっち行って、ショットガンの強さよ、この。おー、消えた、消えた。なんだ、で、こっち行って。シークレット。あ、成長アンロックじゃない。この一体。え？なんだ？え、ここからどうなるんだ？何か、あ？Hi there, I'm here. No, thank you for very much playing it. Hello, I hope that answers your question. ああね、ここまでだデモ版は。わあ、そういうことね。え、めちゃくちゃ面白そうじゃんこれ。やりたいですね、これは。というわけで、皆さん、どうだったでしょうか？いや、今回ね、やった、ネイバーフードなんですけど、あのね、昔どこかで見た教育番組のキャラクターたちが、今は、どこかわからない場所で、襲いかかってくるといったテーマのホラーゲームだったんですが、製品版が出たらやってみようと思います。それでは皆さん、またよかったら見てください。いや、でもショットガン本当にめちゃめちゃ強かったね。だ、ショットガンは近場で撃たないとちょっとダメージが低いのかなって感じでしたね。一発で倒れる時もあったんで、まあ、そこに関してはちょっとバレッと思ったんですけど、また製品版でもバチコリ撃っていって決めようと思います。というわけで、またよかったら見てください。何これ、ロングアームズアンロックド、なにこれ、ロングアームアンリミテッドアーム、これこれ、スピードランボード、あーあーあーあ、デモ版でもこんだけ遊べるんだ。あ、こういう感じでクリアってんだ。ちょっと見てみようか。多分銃バシバシ撃てるんと思うんですよ、これで。あ、こっちだけなんだ。はいはいはい。はいはい。あのね、こっちだけなんだ。おじきさ、こっちのショットガンもさ、あ、こうするちゃんと。こっちはないわけね。なるほどね。まあそういう感じのモードみたいですね。まあでもスピードランモードとかね、RTA だと思うんですけど、興味があった皆さんもやってみてはどうでしょうか。というわけで今回ね、やったんですが、めちゃくちゃ面白かったんで、また製品版もいつかプレイしてみようと思います。それでは皆さん、またよかったら見てください。ミントスでした。またね、バイバイ、せーよー。